光明皇后辞書。富士三条と廃校を記している廃校は、中華圏における人名の呼び方の一種で、兄弟の徴用の順序に従って付けられた番号を名前代わりに用いることを言う。字と同様に意味名を直接呼ぶことを避けた通称である。同様の日本の慣習については、廃校名を参照。廃校は、兄弟の徴用の順を名前の代わりに使うものである。 男と女は別々に数え、長男、長女は、王、次男、次女は2以下3.4のように数えていく。単に性数字だけで呼ぶ場合も多いが、男なら、老、女なら、娘のような設備字をつけることもある。かつての大家族性のもとでは、同性のいとこを含めて数えていた。例えば白巨位は白22老と呼ばれているが、 白巨位は四人兄弟の次男に過ぎない。老舎の短編小説、黒白りでも、二人兄弟の兄が弟を、老四と呼んでおり、おじの子供がいるために廃校が四番目になると、説明されている。なお、同じ相続の同世代の名前に、同じ漢字を使うことも、廃校と呼ばれることがあるが、現在では、廃校技、地屋からなどと呼ぶ方が普通である。 通常廃校で呼ばれる有名な男性に、陽家小演技の陽六郎、女性には、水古殿の子三条、兵夢流、京成通元の森中娘などがある。なお、次女英雄殿の十三妹は偽名であって、廃校ではないが、第十三回に廃校かどうかを尋ねるシーンがある。次郎真君がなぜ、次郎と呼ばれるのかは不明だが、趣旨は次男だったからと考えている。古代においては、 朝陽の順に、白、中、宿、木、陽、地と呼んだ。孔子の字の中字、孫賢の字の中房は、いずれも次男であることに基づく。また過去縁の子は、上から、過去工,工、加工派、加工将、過去武士、過去必し、過去恵み、過去和となる。番号で呼ぶようになったのがいつからであるかははっきり、わからない。新庄王治伝や、 施設信号商業編に、大誠を、阿大と呼んだことが見えるが、大誠は、長男ではない。南氏聖光帝所司列殿下では、南西の武帝が弟で伊豆尾の小明を、阿呂と呼んでいる。南北朝時代に徐々に使われるようになったらしい。東大には盛んに用いられ、東市の代にも、例えば、大井、総元西安政、徒歩の宿りきりずうにしろ二十院など、 しばしば見られる。東大には、廃校以外に、さらに親族名称、官職、名などを加えて、リバイブ7条、務、秘書召喚重定量ののように複雑になることもあった。廃校は近代に入っても普通に行われたが、東大のように公的な文章にまで使われることはない。ありがとうございます。